次はスリランカです。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。スリランカが日本にワクチン60万回分を要請。日本は前向きな反応をしているようですね。先日、台湾に124万回分のワクチンを無償提供した日本ですが、今回はスリランカからワクチン提供の要請を受けているようです。スリランカは進駐国として知られているのですが、現在のワクチン事情は中国のシノファーム、ロシアのスプートニク V を使用しています。お隣インドが作っているアストラゼネカ製のワクチンも使用しているのですが、インドでは先月感染爆発が発生し、ワクチンの輸出を停止せざるを得なくなりました。困ったのは1回目の接種を終えて2回目を待っているスリランカの国民。他にもそのような国はあるのかもしれませんが、今回スリランカは日本にアストラゼネカ製のワクチン60万回分を要請しています。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。6月10日付読売新聞によると、スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領は9日、杉山明駐スリランカ日本大使と会談し、 A アストラゼネカ製ワクチン60万回分の供与を要請した。日本政府は在庫などを考慮し慎重に検討する方針だ。日本側は3000万回分を海外に提供する政府方針を説明した。スリランカ大統領府は前向きな反応があったとしている。加藤官房長官は10日の記者会見で、各国地域における感染状況、ワクチンのニーズ等を勘案しながら具体的な検討をしていきたいと述べた。スリランカは隣国インドからワクチンの提供を受けて接種を開始したが、国内感染が急拡大したインドが輸出を制限したため、2回目の接種を受けられない国民がおよそ60万人いるというと報じています。スリランカでは4月以降、陽性者と死亡者が増加中です。その理由としては、もちろんインドのすぐ近くということもありますが、5月に行われた伝統的な新年のお祝いやそれに伴う買い物などで人的交流が増えたことも原因と考えられています。スリランカでのワクチン接種の多くは共産国製のものが使われており、主に中国のシノファーム、そしてロシアのスプートニク V が使用されています。 EU 中国に次ぐ世界3位のワクチン輸出国であるインドですが、5月13日のこと、インドは国内での感染拡大が深刻な状況に陥った理由で、国内で生産されているアストラゼネカ製のワクチンを急遽輸出停止することを決定しました。インドは新型コロナウイルスのワクチンを世界各国で共同購入して分配する国際的枠組み COVAX にワクチンを供給していたのですが、インドが輸出停止するとなると困るのは、その COVAX からワクチンを分配してもらっていた国々です。スリランカも COVAX からワクチンを分配されている国ですが、アストラゼネカ製のワクチンを1回接種し、インドから届くはずの2回目を待っている人がスリランカに60万人いるということで、今回日本にワクチンの要請をしてきたという流れです。スリランカといえば、南部ハンバントタ港を中国国有企業に99年間貸し出したり、中国の債務の罠にはまった国として有名ですよね。2020年9月には
大都市コロンボで計画されていた都市交通への国際協力機構 JICA の支援事業が中止となりました。前政権下で決まったこの日本の支援事業を親中派の現政権が中国を意識して中止にしたのではないかと言われています。表向きの理由は財政なんですが、中国からのワクチンは6月6日に100万回分すでに到着しており、今週中にもう100万回分スリランカに到着する予定です。それに加えてすでに110万回分のワクチンを中国はスリランカに寄付しています。現在外出禁止令が出されているスリランカですが、スリランカ政府はこの数ヶ月間必死でアストラゼネカ製ワクチンの2回目接種分を探していました。その中でどんな値段でも買いますという言葉を発して世界に注目されたりするくらい、今回藁にもすがる思いで日本にお願いしています。もともとスリランカは親中国、そして日本との協力事業を断った国に対しての支援は正直複雑なものがありますが、人道的支援はまた別問題。前回台湾にワクチンを支援した時との感情のギャップはもちろんありますが、台湾は別格ですからね。コロナ禍にあるスリランカは不幸なことに6月3日から雨が降り続き、4日後には収まったものの、洪水や土砂災害で死亡者が出たほか、多くの住民が避難生活を未だ強いられている現状です。もともとスリランカには雨季が年2回あり、農業や水力発電に不可欠な雨をもたらす一方で、今回のような壊滅的な被害を招くことも珍しくありません。 AFP の報道によると、最も被害が大きかったのはかつて首都だったコロンボ近郊のガンパハ県で、およそ16万1000人が雨が止んでも自宅に帰れずにいるそうです。被害が悪化した原因としては、最近大雨に備えた低地の貯留地で違法な埋め立てが行われたためとも報じられています。途上国では比較的よく聞く内容なので利権絡みなのかもしれませんが、そういえば5月20日にスリランカのコロンボ沖に停泊していたシンガポール船籍の貨物船が火災を起こしたニュースが流れてましたよね。その貨物船には硝酸やマイクロプラスチックが積まれており、その多くが海に流出しスリランカ西岸に漂着しています。ラジャパクサ大統領は今回の杉山大使との会談中に、この海洋災害に対する日本の技術支援に期待を寄せていたそうです。一瞬中国に頼めばいいのにとついつい思ってしまったのですが、今はまだ話を聞いているだけの段階なので、とりあえずこちらはスルーですね。ワクチンに話を戻しますが、スリランカは先月ロシアのスプートニク V を1300万人分購入すると発表しています。2019年のデータではスリランカの人口は2180万人、今まで出てきた数字を単純に足すと、ロシア製1300万人分、中国製310万回分(155万人分)、そしてアストラゼネカ製が60万人で、合計およそ1500万人分となるようです。各国が集団免疫の目標としているのは総人口に対して7割が多いように思いますので、その程度のワクチンはすでに確保できているようです。今回のスリランカの支援要請は2回目を打てなくて困っている人が対象なので、今後もインドからのワクチン供給のめどがつかなければ日本が支援することになりそうです。もちろん支援要請してきた国すべてにワクチンの無償供与をするわけにはいきませんが、このあたりは十分調査した上支援を検討していただきたいと願います。今回のニュース、スリランカやその他の国々からも多くの声が寄せられています。
次にその一部をご紹介いたします。ありがとう日本、ラジャパクサ大統領よくやりましたね。そして日本にも感謝です。素晴らしい。次は渡航制限を解除してください。私たちの切実な思いに日本が応えてくれることを期待しています。ありがとうございます。そのついでにワクチン接種のオペレーションも教えてください。スリランカは効率の良い方法で接種できていないから。ありがとう日本。ラジャパクサ大統領、腐敗した人物やその手下だけじゃなく、2回目の接種を受けるべき人たちみんなが受けられるようにしてください。ワクチンがきちんと必要な人に行き渡るように WHO は監視してください。日本政府がこの危機的な時期に人道的な行動をとることは本当に素晴らしいです。中国よ、何とかしてください。スリランカ全国民に中国製ワクチンを無料で提供してください。さもないと中国は取り残されてしまいますよ。でも我が国のどの部分が日本に見返りを与えられるのでしょうか。日本政府、そして菅総理に感謝します。スリランカ市民にとって大変ありがたいことです。在スリランカ日本国大使にも感謝します。ところで日本は日本人のためのワクチンは足りてるの？2回目の接種を心よりお待ちしています。でも自分の目で見て手に入れるまではまだ信じられません。なんでラジャパクサ大統領は日本が支援してくれる都市交通プロジェクトを中止したの？きっと都市交通プロジェクトを中止した後、日本との関係を修復するチャンスを探していたところだったんです。アメリカはスリランカにワクチンを提供する意思がないようですね。これはスリランカが親中すぎる外交をしているからだと思います。困った時の友は真の友です。インドのワクチン外交は失敗だったということですね。中国やロシアは快くワクチンを提供してくれるけど見返りが怖いよね。以上の多くはスリランカからのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。ただでくれると思って日本に行ってきているんだと思います。今後も増えそうですね。っていうか自分で買ってほしいです。台湾は特別なんですよ。スリランカこそ大東亜戦争で大敗した日本に莫大な賠償を課さない流れを作ってくれて、日本復興の礎を築いた恩人中の恩人なんだけど、知らない人が多いのは本当に情けないし悲しいな。本当に困った時に助けてくれるのが真の友人ですよ。たとえ少量でも送ってあげるべき。損得抜きでスリランカ国民の安心感も違うはずです。東日本大震災の時にスリランカもメッセージと支援をしてくれました。こんな時ぐらい助け合いましょう。中国がワクチン外交を繰り広げており、綺麗事だけではないことはわかります。しかし国民だけは他国への感謝の気持ちを忘れてはいけないと思います。スリランカは中国の一帯一路に組み込まれ、港を99年間も中国の租借地にしました。実質的な中国の植民地です。ワクチンくらいで心を入れ替える？そんなことはありません。スリランカとインドネシアは都合のいい時だけ日本に頼ります。少し微妙なところだと思います。台湾にはワクチン供与は大賛成ですが、スリランカには前向きになれない自分がいます。要請があったのだから仕方ありませんが。要請とかなんかずうずうしいですね。中国の影響力に対抗する意味合いもあるという話だけど、足元を見られているようで釈然としません。支援したところでスリランカの国民が助かり喜んでくれるのならいいけど、なんかこの先話がややこしくなりそうです。譲るなら譲るでちゃんと外交に組み込めばいいけど、あまり期待できないのが日本の外交なんですよね。
いい人なだけでは損をすると思います。人道的援助とはいえ、国民の税金で購入されたワクチンです。普段中国にべったりで、もはや属国と化しているスリランカに援助するのは違和感を感じざるを得ません。少なくとも優先順位として台湾、ベトナムなどに十分な支援を行ってからでいいのではないでしょうか。中国の一帯一路の要所であり、インドのすぐ南に位置しているため、インド太平洋構想にくさびを打ち込める場所にあるスリランカ。2020年10月にクアッド外相会議が行われた後、それに対抗する形で中国はスリランカとの関係を強化する動きを見せました。ラジャパクサ大統領は完全に親中です。かつてイギリスからセイロンとして独立したスリランカは、国民の7割が仏教徒であり、世界初の女性首相が誕生したことでも有名ですよね。スリランカといえばすぐにセイロンティーが頭に浮かぶのですが、そもそも紅茶が栽培されたのはコーヒー錆病により、コーヒー栽培が壊滅的被害を受けた代替案だったとか。インドとの調整がつかなければ日本が支援することになりそうですが、スリランカの保有兵器は旧ソ連製、中国製のものが大半であることからもわかる通り、共産国とべったりな国なので、昔の恩はあるものの、くれぐれも慎重に検討していただき、良い形で人道支援できることをただただ願うばかりです。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。